んと、たった一人で乗り込んだとは。いつもながら大した娘じゃわい。ザイス支部のキリカ殿といえば、非常に優秀な女性だと聞いている。一度会ってみたいものだな。ユリアさんとキリカさんか。優秀さではいい勝負かもしれないね。それはともかく、今回も塔は元に戻ったが、屋上の装置も止まっちまったな。ええ、そうですね。屋上に現れた結界の正体も未だに分かっていませんし。問題は何のために屋上を覆っているかですけど。ま、悩むのは後だ。とにかく今は次の塔に急ぐしかねえだろう。うん、そうよね。ユリアさん、他の塔からの続報はある？ああ、今度は紺碧の塔だ。現れたのは鈴の音を響かせる黒衣の女性だったそうだ。あ、幻惑の鈴、ルシオラ。確かシェラさんの知り合いだったんですよね。ええ、昔馴染みよ。次は私の出番みたいね。知らねえ。そんな顔しなさんな。姉さんは姉さん、私は私だわ。あくまで遊撃士としての使命を果たすだけよ。まだ追ってくるのか。もう少しでマノリアの守備隊と合流できるのに。ひるむな。必ず無事に届けるんだ。大丈夫、心配いりません。あなたたちには指一本触れさせませんから。さすがにピンチなの。反対側からだぞ。こうなったらオイラだって。いけません、下がっていなさい。女神よ、無力な我らを救いたまえ。あんたたちは、もしかして遊撃士さん。待たせたな。大丈夫、怪我はないかな。ううん、平気なの。間に合って何よりだ。あ、カルナさん、久しぶりだね、院長先生。マノリアに避難する途中かい？ええ、軍の方々に送っていただいてたんですが。軍の方々、ここは我らが引き受けた。子供たちを連れてマノリアに急いでください。片付けない。みんな我々についてきてくれ。うん、了解。さてと、なかなか骨が折れそうだな。だが、やるしかなさそうだね。大丈夫、なんとかなりますよ。塔に向かっているエステルちゃんたちに比べればこんなの軽いもんです。そうだな、彼らが心置きなく戦えるよう最善を尽くさせてもらおう。砲術
貫けぬこと鋼のごとし。行くぞみんな。はい、お帰り。ルーアン地方か。テレサ先生やあの子たちは今頃どうしているのかな。多分軍の部隊に守られて避難している頃だと思います。無事だといいんですけど。大丈夫、心配いらないよ。父さんの指示で軍とギルドが協力して鎮圧に当たっているから。ヨシアさん、確かにあの父さんに限ってその辺の抜かりはないかもね。なあ、ありえねえな。遊撃士諸君、あと5分もしたら紺碧の塔上空に到着だ。知らねえ。ええ、到着次第出発するわよ。ルーアン近郊の守備隊は無事マノリア村へ到着したそうだ。街道沿いの住民の避難も一通り完了したとの報告も入った。危機的な状況からはどうにか脱することができたな。
お、お前さんたち、もう次の塔に向かうのか？はい、準備が整い次第。ジンさんの方は一休みってところ？まあ本音を言えば少し休みたいところだが、そう言っても俺ん状況だからな。お呼びとあらば即参上するぞ。無理することはないわよ。あのバルタを退けたんだもの、少しぐらい休んでちょうだい。ええ、無理は禁物ですよ。気遣い感謝するぞ。だが遠慮は無用だ。いつでも声をかけてくれよ。よう、シラザード。ええ、どうやらそうらしいわ。飲みに付き合えなくて残念よ。飲みはともかく、付け出しならいつでも付き合わせてもらうぜ。必要なら言ってくれ。ありがとう、恩に着るわ。新たなデータクリスタルを入手したみたいじゃの。早速カペルにセットして自動解析をさせておくぞ。うん、お願い。あの屋上を覆う結界についてはまだ詳しいことが分かっておらん。データクリスタルの解読が進めば何か手がかりが得られると思うが、ともかく装置と並行してこれからも研究を続けていくぞい。裏の塔といい、結界といい、リッチな研究課題には違いないわい。あ、お姉ちゃんたち。はーい、ティータ。博士の研究の様子はどう？さすがのおじいちゃんも結界については悩んでるみたい。やっぱり原理がわからないって。そっか。結界は執行者の目的に何か関係があるはず。やはり一筋縄ではいかないみたいだね。まあここでうなってても仕方ないわよ。研究は博士に任せて、私たちは塔へ向かいましょう。塔の調査を進めていけば研究のヒントも見つかるはずよ。あ、うん、データクリスタルもあるしね。そうですね、今は塔の調査に集中しましょう。
まさか裏の塔を一人で登ってきよるとは。恐ろしい姉さんもいたもんやね。これは俺たち男性陣も気をつけんとあかんな。なあ、ヨシア君。なぜ僕に。
さん、ヨシアさん、先ほどマノリアの守備隊から連絡が入りました。テレサ先生と子供たちは無事に避難できたそうです。あ、本当に？ええ、みんな元気ですって。はあ、よかった。うん、まずは一安心ってところだね。でも塔はあの状態だ。まだまだ油断はできないね。ええ、喜ぶのは少し早いかもしれないわね。今は気持ちを切り替えて塔に向かうとしましょう。うん、そうだね。それじゃあクローゼ。はい、私の力が必要でしたらいつでも声をかけてくださいね。では皆さん、くれぐれもお気をつけて。お疲れさん。紺碧の塔の手前に降りるかい？うん、わかった。それじゃあ早速リフトの上に乗っちゃって。